シーズン17-18 starting so 301 show today 皆様ようこそお越しくださいました。本日はですね、とてもとてもめでたいでございます。まずめでたい要素一つ目、シーズンが始まりました。シーズンスターティング、yes. おめでとう、おめでとう。そして、日本ではもう桜が咲いている。チェリーブロッサムイズカミン、チェリーブロッサムシーズンイズカミン、 It's so warm today。 そう、過ごしやすい季節、so comfortable。 で、まず、そして3つ目、これはすごいですよ、高梨さんがなんと、タイでセットアップのシングル王者になり、三冠王者になって帰ってきました。 おめでとうございます。そしてね、まあ、前シーズンではありますが、ニュースーパーアジアチャンピオン、真の鋼、ベルト奪取後の初チョコプロとなります。おめでたい。このね、前節から務めているオープニングアクトをしている私、駿河芽衣は、前シーズンの、ラストチョコプロアワードの MVP を取りました。春の、ね、暖かい陽気も来て、すごく、ニューシーズンにぴったりな晴れやかな舞台が整っているんじゃないかなと思っております。さあ、そんなわけですが、めでたいですね。コングラチュレーションデイズですね。ということで、本日も本日とて I gonna sing for you guys。 今日は先ほども私が言った通り、アメリカに旅立つわけですよ。だからもう心はチョコプロ気分、そしてアメリカ気分なわけです。もう I feel like aHere is in America. Here is America, USA. あのね、ワールドカップです。違う、ワールドカップじゃないよ。あのベースボールクラシックがありましたね。USA で舞台してました。もうそれと同じみたいなものなんですよ。ここはすごい晴れやかな、もうビッグアリーナだと思ってください。ということで私も、歌を作ってきましたので、ぜひ、はい、作ってきましたのでお聴きください。作詞作曲 by 駿河芽衣で I am 自由の女神。おなんだって自由の女神は English? Statue of Liberty. Yeah.I am Statue of Liberty. All right. よっしゃ、行きますよ。覚えてますか？チェーはすぎ。はい。OK、行きますよ。We are ready, you are ready, so listen to it. 3, 2, 1, はい。ジジジ、自由すぎ。はい。ジジジ、自由すぎ。はい。ジジジ、自由すぎ。アイアム USA。 USA 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 USA帯広さやか、エイン・コジオ、バーサス、高梨正宏、エインの米山かおり。そうですね、まず高梨さん三冠おめでとうございます。皆様、セットアップのベルト超キラキラしてるので、ぜひ写真に収めていただき、スクリーンショットに収めていただきたく思います。まあ、そんなね、記念すべき相手は、おめでとうございます、ユーマ軍団でございます。おめでとうございます、景気がいいですね。ということでね、コジオは、最近市ヶ谷に現れた新しいモンスターです。
まあツイッターをね2013年から開設していたりアメリカでねトレーニングを積んでモンスターになってきているわけなんですけども、まあ帯広さんはなぜかねモンスターと意思疎通ができる。多分ちょっとだけモンスターにもなれる。なので自分はそういうね一概で唯一 の, パーソンだと思っております。コジオイズダニューモンスター who appeared in チョコプロfor the first time last チョコプロ300th anniversary show then everybody is scared of monsters but only one person doesn't matter the person is Sayaka Obihiro maybe she can understand monsters feeling then kind also can become like a monster なのでね本日もまあ多分きっとねここら辺にモンスターが立つけどまあ帯広さんが何とかしてくれると思うので怖がらずに観戦してください。そして本日のセカンドマッチーこちらもスペシャルシングルマッチとなっております。小石川知恵 VS サキなんていうこう対決する面が、あるんですけど、そこにはまあサキさんと小石川知恵が絡む絡む、だいたいそこの2人が対決してるイメージが自分の中ではあります。まあだからいわゆるこうチョコプロの、まあ、対抗戦面で言ったらもう知恵が大将ですよ。知恵がうち の, 特攻隊長みたいなまずもう行くのが小石川知恵でも必ずの大将もどしっと構えてるのがさきさんなので、まあ、今日は、まあ、ある意味こうバチッと勝敗が決まるのか決まらないのかわからないですけど特攻隊長なんでねもう飛び込んでいってほしいなと思っております。そして本日のメインイベントこちらもタッグマッチ20分一本勝負となっております。昨シーズンの MVP 駿河芽衣&ニュースーパーエイジアチャンピオン真の鋼 VS、ただの超ウシネタただの鈴木氏わからない。鋼さんも、以前アキの人間力に負けていると言っていた通り私も今日の対戦相手には多少なりと感じることはございます。やはり温かい家庭を持ちすっごく良いパパチームもうそれは認めざるを得ない。私には勝てないそんなところには到底及ばないんですけども私たちには鋼さんには腰に輝くものがあり駿河芽衣にはここに刻まれたMVP という称号がございますのでアメリカ渡米前負けてられません。そんな今睨まれてもしょうがないしょうがないでございますよ。そうカメラマン鈴木よくないパパよくないぞ父親よしということで、全3試合最後までお楽しみください。世界の国々本当にこの数日間
五条ルーティン。ああ飛んでた飛んでた。責任感ってやつにかけるやつだぜ、だけどよおチャンピオンなんだ、どんなあいつだとしても臆することはねやってるよ。わーわーわー、本日の第1試合15分一本勝負を行います。まずはじめに青コーナーブルーハーツ帯広さやかプロレスを通じて野球を広めたい、アピールしたいものとモンスター小次郎、そしてその小次郎を任された高梨正弘、その責任を押し付けた米山香織。さあ、どっちなんだろう。完全に小次郎が出るか、さあ、小次郎が出ると思いきや小次郎、あれ小次郎が出ると思いきやさ、高梨が戻っていた。野球のコスチューム、そしてこちら情報によるとこのベルトを新調されたようでございます。完全に、野球のベルトを新しく買い替えたという帯広さやかでございます。さあ全然それに関係ないぞと言わんばかりにリストを取っていく。さあ逆に絞っていく。さあ青色のグローブが今日はもっと買えた。さあそして腕を切られてしまい、さあハンマーロック、ハンマーロック重ねられていきます。野球選手にとって肩はちょっとね違うものなので、さあ残り3秒ところでございます。さあどうする、おお、これは上から、おお、いかー、へやへやへや、お花お花、さあお花を使っていきます。さあ、おーっと、これはダックしていった。チョップ、おみひろ打ち出した、おみひろ、おーっと、これは1、2、2、3、2、まさかの満塁ホームラン、1、2が入った。さあ、さあ、ホームランをぶちかましていきました。1塁、2塁、3塁走って、あった、おみひろ、打ち合いました。
ッケーおい、サッカーも詳しくねえのか。あー、こっちこっち呼んでよ。あー、サッカーも全て口から出るのか手の任せなのか。おっと、これはバスケットボールではないか。全部の球技に喧嘩を打つなのか。バスケだバスケだ。ダーク。シュー。この野郎。そんなことはやめろ。そんな低いダンクシュート見たことないぞ。
ジオの方を組める人は帯広さやかだけではないでしょうか。イエーイ、おさーはーい、どうもガトームーブの小石川っちでーす。本日も2回ほどコール&レスポンスの方をお願いしたいと思います。1回目はこんばんは、2回目はハローでいきたいと思いますので、皆様準備の方をよろしくお願いいたします。まだそこ行きますよ、行きますよ、行きますよ。せい、こんばんは、こんばんは、ネクストはハローでいきますよ、行きますよ、行きますよ、せい、ハロー、ハロー、ありがとうございます。本日シーズン18、お前は遠くまで来たものです。18シーズン開幕戦となっております。本日サキさんとシングルマッチということで、シーズンの最初初戦がこのシーズンをつかむと言っても過言ではないと私は思っております。なのでですね、以前の新木場でも戦わせていただいておりますが、カラーズさんたちに負けぬように我々は頑張っていきたいと思っておりますので、本日もよろしくお願いいたします。前シーズンの終わりがカラーズ対チョコプロ、今シーズンの始まりもカラーズ対チョコプロ、これはカラーズの波がついに市ヶ谷にやってきたんではないですか。来てるよね。はい、今シーズンカラーズも大暴れしたいと思いますのでよろしくお願いします。ただいまより本日の第2試合を行います。アコーナートゥーマッチエナジー小石川チエー、赤コーナーマイルドワイルドカワイルドサーキー、あったじゃない今ズーの方が。アイスパース、お願いします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 。本日は第2試合、開始から決定カラーズのリーダーサキ、注目のシングルマッチはロックアップから開始。さあ、お試合となるか、この2人他試合前の握手の段階からも競っておりました。そしてロックアップからのお試合、この力比べはさすがに先に分があるか。しかしこらえます、開始から決定、土俵際のあるマット際の押し返した、寄り切ったのは小石川知恵。さあこれには大相撲にも悔しい先としてはちょっと先手を取られた形でしょうか。今シーズンもエネルギー十分であります、小石川知恵。さあそこからリストロック、力の入る攻防があります。取り返していきましたが、すぐにそれを読んでいき取り返していくのが先ならば、小石川知恵が前転くるりと回りリストロックをもう一度取り返すが、自らハンマーロックを体勢になり切り返していく。この辺りのテクニックさすがであります。さあ、小石川知恵が、おお、ゆっくりゆっくりとか。
しかし確実に相手のリストを取り返していきます。さあここは早く動いたのが、おお先でしたが、さあこれに対して小石勝恵どういった対応するかさせるかと取り返させません。しかしこの体勢から煽っていく気合を入れて、さあ先を中心に回りさらにもう一回で回っていく、ヘッドロックにとって、おー投げていきましたが下から膝足早い攻防、そしてここは外しません。さあ極力の強さも見せていきます。先であります。ならば足を旋回させ、さらに相手の足首の上に自らの膝を置き、開けていった、こじ上げていった、そして袈裟型身に変わりますが、それも読んでいた、丸め込みはカウントツー。立ち上がり上から見下ろすのが先、これに対してものすごい表情であります。しかし一歩も引きません。先日 DDT 特別興行に参戦し、その気合と根性を坂口も評価されました小石川知恵ですが、ここはチョキで行きました。そしてサイバーのストレッチに取ります。そこからこれはあるぞ、持ち上げていく、あ全体重を自らの脚力でレッグプレス状態だ。さらにボディシザースに取っていきます。完全に小石川知恵のその体重を両の足でコントロールしていきます。さあさらに髪を掴んだかと思えばダイヤル固めで回していき、その相手の側頭部を壁に通らさせていきます。テクニックとバイオレンスを合わせ持って攻撃を見せていきます。先であります。これを呼ばれていたが、さらにもらったとアームホイップを見せた小石勝恵。さあ体勢不十分の先に向かって上から突き刺すような低級のドラッグキックを見せていきました。アルトメットフェンシングジャンプ連発連発、距離を取っていくぞと宣言、ドロップキック、ホールカウントツー。ああスリングでクロックに取りましたが、反対の足で蹴り上げていった、あ足を勝ってこれはうまい、なんだ、おー手拍子から見て一連やで完璧にカンパーナを決めるか決めるか、いやここを強引に決めていく、揺らしていきます、揺さぶっていく、5分を経過。さあそのエナジーでは負けていないサキちゃんブレーン、おおここはなんとか回避しましたが、強烈なエルボーフォアアームを小石川知恵の喉元から胸元に叩き込んでいきます。おおならば今度は小石川知恵がお返しと左のエルボーを打っていく、これは珍しい、うわやるぞ。さあこの辺の売り合いは一歩上回ったのは先、さあ膝から速い展開、速い攻撃、ものすごいコンビネーション、通りとしてのプレッシャーを耐えます。さあここは相手に見せるし余裕の表情を見せろ、さそり固め、さあさそりの猛毒が小石川知恵を襲います。逃げようとその腕も取った、苦しい、なんとか SK に手を伸ばせるか、小石川知恵ギブアップしてしまうか、ああ
間切りしろ。あセーフ。なんとかエスケープに成功であります。しかし、それは想定済みだと言わんばかりに、先が次の手に移ります。おー、リバーススプラッシュはマナーズを使ったリバーススプラッシュは自爆。さあ、スライディングしろ、アフターバン。一気に流れが小石川知恵に傾いたか。終わりを再現し、窓枠に登ります。追いかけに来た先、もう一度ナックルではない。ここでもう一度ケイサー自らのものとし、ブレーン。あ、低空ドロップキック。ここは意表をついたか。そしてスピニングレッグロックから相手は見えし、これはバンクラーボールド。あー、これはどうだ、決まりゲームどうだ。さあ、さっきの足首も曲がってるぞ、これは。あー、苦しい苦しい。バンクラーボールド完璧に決まった。あー、持ち上げていく持ち上げていく。さらにコイスカチューが自らの手をロックし、完璧なものにするか。さあ、さっきこれを逃げることができるか、逃げることができるか。あー、動けない動けない動けない。あ、なんとか、なんとかためにエスケープであります。もう一度終わりを宣言し、窓枠に登ったコイスカチュー、新シーズンで大金星スタートになるか。これあった。あ、グッズ腰を落とす。コイスカチュー掴んで流れを手放したくない。ここはこらえるこらえる。あ、しかし地点がちょっと足りないか。逆にあー、ブーツ行きましたが、ローリングしたの。あー、これはエナジー。いやいや、それを読んでいた。ケンタッキー。あー、いやいや、上になった上になった。あーあー、もう一度上になったらさっき。あー、これは、あー、切り返し合いからのスリーカウントを奪ったのはカラーズ先。さあ、エナジーが決まるかと思ったその先に切り返し合戦。やったー。しかし上回ったのは先であります。やったね。シーズン18チョコプロカラーズオファー待ってまーす。戻ってきました。本日もスポンサーさんのご紹介にさせていただきたいと思います。はい、まずバーさんからです。ザーク、ニャーン、ローラーン、ピプティ、ブレッド、トロンボン、ジェームス、ブレッドボーイ、ジョージー、サンダーホー、セブンさん、セラジオ、サイムラ・アピオス、ノエさん、D.O.G.U. ドッグ、エムリー、マーク・ギャリス、クリス・ガロン、T.W.E. フワン、グラウディオ、デビッド・ブラザーズ、V2 さん、芝山さん、GTMV 茨城応援団さん、ヨークマンさん、マコトさん、ジェフ、肉焼きジェンちゃん、北村総兵さん、エルさん、サラジャボリー、ブルース B、ダンワーク、ジェルミー。さあ、そして選手の応援バーに参ります。ごめんなさいね。こちらからスマーリングバイオレンスさやか、バリアアキ、スルガメイ、エミサクラ、小石川知恵。さあ、ここからは今日のブーケさんのご紹介になります。 GO!
明るい。本日のブーケさんです。ありがとうございます。丸山さん、ホップステップ、 You are ready。 次はシーン。大丈夫、明るい。明美休み恵子さん、オバーチャムズは今シーズンの鈴木慎選手を応援します。新シーズンのスタートにふさわしく盛大に暴れてください。ありがとうございます。初江さん、新シーズン頑張れ。頑張ります。 G1 石さん、ブルース B、 ウェルプレイズチームジャパンベースボール。ジャパン頑張りました。アメリカも頑張ったし、他の国もみんな頑張った。ありがとう。さあ、そして続きましてですね、ゴジラさんのご紹介です。めっちゃ世界クラッチ。さあ、いきます。怪獣ファーク。ちょっと猫っぽいですね。有限会社アトロ企画メディア事業部、ゆかりさん、クラウディオ、ということで、本日も皆さんにご紹介させていただいたんですけども、しつこいようですが、はい、何かお話をしたかったところなんですけれども、私の話は長いので、これから、メインイベントに参りましょう。本日もありがとうございました。後半戦もお楽しみください。今日のメインイベント、我々の対戦相手はシーズン17 MVP 駿河芽衣、そしてスーパーアジアチャンピオン真の鋼 MVP チャンピオン MVP チャンピオン MVP チャンピオン。 So what?それがどうした。レフェリーをしていようが、リングアナウンサーをしていようが、最終的に勝てばよかろうなのだ。そうだよな。よし、ね、私もユーティリティなるものに数を入れてもらいましたけど、ちょっとショックだったことがありまして、 お客さんに言われたんですけど、ユーティリティも嬉しいんだけど、ベルトも狙ってほしいって言われてしまったんですね。いや、狙ってんすよ。いや、違うんですよ。ユーティリティってそういうことじゃなくて、僕は野心もちゃんとあるし、新郎さん、ベルト取ったのすごく悔しいし、秋から取り返したかった、だからね、ユーティリティって言って枠、僕は超えたいと思ってます。ユーティリティかつチャンピオンを目指してますので、シーズン18、301回目のこのチョコプロで MVP とチャンピオンと対戦できるのは非常にチャンス、かつ先輩がいるんで、ガツンと何かを残したいと思っております。よし、残すぞ。ボスよっしゃー！ Hi everyone! This is May Suga, the big Apple girl and last season's MVP and アメリカツアードリーマー！ということでね、today my partner is Shindo Hagane. He is a new champion for Super Asia belt. So then I am a new hairstyle and new cutie nail. and ちょっとこれ羽根ウェーってやったら危ないからちゃんと棒抜いてきた。もうすべてが完璧に揃っておりますので、今日は I am自由の女神として
勝利を飾りたいと思います。まず自分で女神って スーパーアジアチャンピオンとして迎える初のシーズンですが、パートナーはですね、あまり組んだことのない駿河芽衣ということで、あんま記憶ないよね。ないですね。うん、記憶にないんですけどね。そんな駿河芽衣もね、ちょっとパートナーのアッキがアメリカに行ってしまったり、あともうなんかちょっと今聞いた感じだと、もう心の半分以上はもうアメリカにもうすっ飛んじゃってるんでね。おいおい、そういうとこ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 だよ。だからね、ちょっと多分もうそれも不安から来てるんじゃないかなと思うんですよね。アッキがいない不安、そんなね、あのメイさんの不安をまあ払拭するために、今日はもう私、あのバリアンアッキとして、アッキー、アッキー、はい、ナマステ、ナマステ、皆さんナマステということで、はい、大丈夫です、ケイさん大丈夫です、私アッキーでしょ。初のメインイベント20分一般参加を行います。アコーナー新敵の赤い星、チャンシリー。同じく青コーナー、ハッピーステップ新鈴木チーム。どう、まっすぐ見つめていき、足を刈っていった。おお、そして後転させ、ここはうまい、うまい、速い動きの、速い動きの拡大していく。おお、しかしここは読んでいた、クンデルさんから。さあ、実況が追いつかない、素早い動き、足を刈ってのホールはベリッキーに抜けていく。ものすごい攻防だ。おお、大人のベリジャップ。さあ、今日の鈴木氏は一人違いか。うー、聞きません。おー、ちょっと返した。おー、アルミで名ジャンプからリストを取った。そして怒る手拍子、ペン投げていきました。ベイキングベイキック、アイアム USA、アイアム USA と自由の女神を見せている。楽しい動きを見せていきました。ここでチャンピオン新郎を跳ねに変わりました。調子に達しんの姉の攻防、リストを取っていきました。このぐらいも先ほどの2人に触発されたが、速い動きを見せる見せる。リストを取っていき、ヘッドロックから、おお、しかし投げさせません。逆に曲げていった。さあ、レプリーも追いつかない。このハイスピードバトルにはレプリーも乗り遅れるわけにはいきません。
改めてグロックを取った。チョウシーが投げていきますが、ここは返していく。足を壊して、おー、ここを読んで、おー、すごいぞ。本当アクションムービーのような動きから、おー、ものすごいアクションだ、おー、ポーズの完璧。よっしゃ、いけチョーシーのトテッパラ、そしてバトラーのゼキシンには一発加えました。セレガメニューシーズン18いくぞ。おお、新シーズンいくぞ。どうぞ。2、3、おー、まっすぐ行け。4、18はちょっとやりすぎじゃないか。今頃セルガメ後悔しているんじゃないか。いけるか、いけるか、まだいく、まだいく。チョウさん、チョウの表情がやばいことになっている。チョウさん、おー、少し、おー、ダブルダウン状態からのホールはカウントは2。さあ、チョウシリ水拳状態でありましょうか。おー、これはふらついている、ふらついている。さあ、しかしセルガベイもふらついております。ここは止めていった。そしてアウトいった。自由の女神投げ。おお、自由の女神から一本取った。お前は自由すぎだ。さあ、みんなが思っていることを代弁してくれました超面主流怒りの鉄拳が自由の女神を砕きます。スタート行くぜ。ここで試合権には鈴木氏に変え、この二人が連携を見せていくか。ルチャトレイ、ルチャトレイ、おお、投げていった。さらには、おお、ルチャの特殊な投げを次から次へと見せていく。ああ、ものすごい。フィニット。サマーサンドのドロップドプレッシュ、フィニートとフィニッシュを宣言しました。この辺りもルチャであります。さあ、自由の女神に対してルチャとは皮肉めいた攻撃があります。亀板でつけていき、スタンピングを一発、上から鋭角にエルボーを落としていきます。さあ、チャンピオンシンの間は目戻ってこいと声をかけますが、そうはさせません。これもうちょっとで来た、ものすごい絶対でいきます。カウントは2。さあ、鈴木慎、しっかりと鈴木慎が慎の穴にも意識をしながら攻め立てていく。隙がありません。おお、打ち込み、打ち込み、打ち込み。5、6、7、8、9。そして今日は小内がり。おお、超運先生の柔道講座、今日は小内を見せてもらいました。さらに呼吸で煽っていく。いやいやいや、ここはさせません。おお、返していき、ヘッドロック取った。逆に取り返した。突撃、おお、突撃の呼び合いは本家が勝った。レイアップシュート、ダンクシュート、これが本物のダンクシュート。ここに変わった、スーパーアジアチャンピオン、そのため日本人真の哀れのキレキレのキック、カミソリキックが
鈴木慎也を襲いますさあ、慎也は鋼ものすごいキックで、ああ、鈴木慎也から動けないかそこを強引に起こしていき、チャラブリカそれでは引き止め体重の使い方は完璧だ逃げることができるか、あー、鈴木慎也なんとか逃げましたしかしこの辺りさすがチャンピオン腕を掴んでいき集中攻撃を与えていきますそしてすぐそれに攻撃するのが駿河目旋回する自由の女神ダブルにリボートしていくさあ素晴らしいピンポイントの攻めを見せていくもう一度リストを取って持ってろさあ、MVP のチャンピオンの連携を見せるかドロップキックからバックエルボーそしてサッカーボールキックカウンターチーム返しました鈴木氏出るぞ超一流ドリームスペシャルボブいやいやいや
切り返していく。なんだ、ジェームズ・ロビン・プロペラクラッチ、ナイスだ、回れない、変わって変わって、死んだから勝った。膝からのダブリー、カウンター2に返しました。振動は俺、何を狙ってくるか。ファイヤーバンカーに担いで、おお、投げてた。ここはレベルさん、気合い十分、振動を剥がれに対して鈴木氏がこの野郎と Second Dental Hamburger! ダラピキッケ、カウントアッツ、さあ、この対戦はノーザランドスープレックスであるが、これは腰を落とされた。ならば、足を持っての、足を変えてるノーザランドだ。えげつないカット、ものすごい、あー、さらにブーツ、PK からストラトム日本人ストラバトムのベースアルト、カウントは2マロクに登った、あー、マロクローに、これはカウント、すぐに返しました、自力で返した。鈴木氏、意地があります。メイ、行くぞ。あれ、あれ、え、ドルビー行くか、まさかまさか、さすがにドルインができなかったか。ならば、ドリーからのフェイスプッシュ、大チャンス到来、鈴木氏、ここでスーパージャーチャンピオンのスリーポイントを奪えるか。チョンシーのアシストを得て、ローリング先頭からのバブザーレイ、これは返せない、キャッチで抑え込んだ。画面の外からスリガメが間一発間に合いました。そんなバカな、そんなバカな、2人ともそこに決めてしまった。それで鈴木氏が吠えた、勝利をつかむか、あ、切り返された。これエルボー、エルボーのコンビネーション、あと一手、あと一手が欲しい。ここで、トラスキック、低級トラスキックが入ってしまった。そしてライヘ、こらえてこらえてこらえて、ライヘこらえた。エルボー、こうした、クロスフィットからの、この対戦は無駄を決まった、無駄を決まった、無駄、無駄、さあ鈴木氏に、いや、道はなかった。ムードが完璧に決まって、鈴木氏ギブアップ。勝ったのはスーパーアジアチャンピオン、振動はがれ。ものすごい激闘を制したのは MVP、 そしてチャンピオンチームでした。守
るよ。無理ですよ。わかんないんだから。違うの。やめていきます。違うの。秋じゃないし、ドルフィンじゃないし。じゃない。違うもん。違うのか。無理だVSザキ！
よくカラーズ18始めるぞ。おお、早速じゃけんぽんやった。なめなめよし、駿河めは無事に本日のじゃんけんに勝ち、チョコレートもいただき、晴れやかな気持ちでアメリカに行ってきたいと思いまーす。ジャンジャンジャンチョコプロシーズンスターティングショー、 Yeah, thank you, thank you、ということでですね、明日から、もうそうなんです、明日なんですけど、何もパッキングが終わってませんし、パスポートすら出しておりませんし、もう今から自分は徹夜で頑張りたいと思います。なんとね、これまたたまげたことに、みんなちょっと今ツイートにもう残しといてほしいぐらいなんですよ、リマインダーとしてね。ね、ベストブルーズの秋のコスチュームを丸々一式預かってるんですよ。それをもうここで言っちゃうけど、みんなツイッターにぜひ書いてリマインダーとして活用させてください。本当によろしくお願いします。ちょっと本当にやられちゃうんで、アッキーもし忘れたら頼む。それだけちょっと忘れちゃいけないということで、まあそうですね、そこは皆さんへのお願いとしまして、アメリカ行ってまいります。今決まってるのは何試合ぐらいだ、2週間で4試合ぐらいなのかな。初めて参戦する GCW っていうデスマッチのね団体なんですけども、
なんと参戦することが決定いたしましたし、ビヨンドレスリングって言って、結構 YouTube とか調べてくださったら結構なね、登録者数がいるところとかにちょっと出てきます。レッスルマニアウィークですね。結構そうプロレスがたくさんたくさん、もう一気にババーンと、まあ日本でいう、まあ、ゴールデンウィークとか年末年始とかバリにもうあちこちでもう同じ会場でもう3大会ぐらい4大会ぐらい行われるようなレッスルマニアウィークリーベストブローズが参戦してまいります。そんなところで、ベストブローズの、応援ブーケ、アメリカ遠征にあたって、ブーケを販売させていただきます。こちらはですね、今回とアップルブーケとナマステブーケ、この2種類販売させていただきます。今はねベースのサイトではもうすでに販売が開始しております。皆様何と言うんでしょうかね、やっぱりアメリカ遠征っていうのはやっぱり、ね、簡単なものではない、行こうと思ったら行けるようにはなってきましたが、やはり簡単なものではなかったり、いろんな団体に出たりいろんな地域に回ったりすることでやっぱね自分たちのね力とかではどうにもならないこともあったりするので、皆様の応援がまたあったらすごく嬉しいなと思いますし、自分たちも堂々とアメリカ演習をすることができるので皆様ぜひよろしくお願いいたします。 We gonna sell Apple bouquet and Namaste bouquet for USA tours. Of course that is if you want, if you can do it, but it really 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 helpful. So please do that. Yeah.I'm really appreciated. ということでですね、本日日本優勝おめでとうございます。じゃあ See you next show! バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。 Please subscribe! バイ。これ今流れてる？